はい、それでは、本日お久しぶりのコールオブデューティブラックオプス2、動画の方で、ご紹介しようと思います。本日ですね、カスタムマッチで、このように、18名集めた状態で、チームデスマッチを行ってまいります。なお生放送同時公開、同時収録のため、若干コメントなどで散らかっておりますが、ご了承の上、皆さんもよかったら放送遊びに来てみてくださいね。今すぐ皆さんコピスケで検索検索ということで、チーム18人揃っておりますので、設定が終わっているこのタービンチームデスマッチで、マッチ開始していきます。今回自動割り当てになってますが、3チームでね、戦っていくという、実況になります。皆さんよろしくお願いします。当チームの方、自分砂縛りしてるんでよろしくお願いします。はい、まあ若干ちょっと兵器とか縛ってはいますが、基本自由でね遊んでいこうと思います。コピさんと味方を、なおね、このチーム仲間敵関わらず、私のキル数以下の人間にはコピスケ以下という、称号が与えられますので、もし、そういうプレイヤーがいたら、皆さん、BO2 の、ロビーで出会ったらいじってやってください。では言いましょう、レッツゴー。遅れを取るな、みんな前から来てるぞ。あかーん、やるじゃないかユッケ。あまり固まるといかんな。敵は2チームいるんだ。つまり12人いるはず。ここ、オッケー、1人クリア。よし、赤い乳首が出たらすぐに離れるんだ、その場を。クリア、いないな、いた。おお、ナイスナイスカバー。今のカバーは素晴らしいぞ。私1人だったらやられていたことだろう。赤赤ーん、いやー、3チーム戦ではあんまり経験ないんだけど、やっぱり楽しいよね。くそ、くわー、ヒカルはコツ、ありがとう。あたーん、生きておる、私まだ生きている。よし、オッケー。よし、これはかなりクリアリングが重要だぞ。いるな、ナイスクリア。だから撃ったからって仲間とは関係ない。ボラギノール、オッケー、注入完了。あまり仲間と固まると良くないね、これ。仲間の位置を常に確認。よし、コピスケ必殺技をいくか、これ。コピスケ必殺の。よし、ゴー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 、クリアクリア。俺のマシンガンを食らえ、こら、あら、あかーん、ダイヤラ駆逐、そりゃそうや。しょうがない。一匹駆逐しやがったとこだが。やばいぞ、まだ俺一キルだね、これ。キル数じゃなくてスコアって言えばよかったの。俺スコア以下だったらちょっとやばいよっていう。いや。いた、うー、やるな、また。そう、冷静に行くぞ。銀河の戦いを思い出せ。ここは金星。よし。よし、クリア。こっちは仲間がいっぱいいるようだ。三次方向に敵の影があるような気がする。発見。オッケー、クリア。これが華麗な大人の立ち回り。あかーん。そうだ、プラベマッチで今 YouTube 収録を含めて18人で遊んでるぞ。いや、遊びじゃない、これは戦い。スナイパーがすげえここに固まってる。私は邪魔なようだ。うわー、やるな、レン。さすが10代の反射神経。だから30代の経験も舐めるなよ。うわー、クソ、今のい、俺の方が早かったのにな。今日は親指骨折してるからな、俺な。まあ、ハンデになるからそういうことみんなには言わないようにしよう。俺が骨折しながら繋がってるなんて。めめしいからな、言い訳みたいで。当たらん、やるな、タッツン。お前もブランクからどうやら卒業したようだな。ということで、3チーム戦だと仲間が6人、敵が10人になるから、やっぱりかなり策敵と。クリアか、うんうんうん、そうそうそう、なんだ、闇の世界の戦いで。別にそれを言い訳にしてるとか、そういう、あかーん、もうラグに来ないですよね、これ。仕方ないから、これ。おぉ、捨てた。
クソやだってな。さあ残り11分ですね。やっぱ15分は結構長いですね。チーズで。ブーンって誰か言ってる。俺のおもちゃで遊びやがって。ナイスクリア。これは俺んだばい。カーン。角におったんかーい。ラグも計算に入れてね、戦えば。そういう計算ができるようになれば、さらに猛者の道が待ってる。ない。どうも俺動いてないとダメなんだよな。どっかで待つってことができない。人から撃たれてる。くそー、あー常に前後から挟まれるな。まさにパイズリ状態。前後じゃねえから、左右か。いや、前後の場合もある。何を言ってんだ、俺は。くそ、当たったな。オッケー、クリア。アキノンちゃん駆逐。なお様、イース特段長の嫁さん、落ち着きのないお嫁さん、動物に例えるとネズミか。いや、俺はアルパカだ。アルパカじゃ、アルパカじゃねえの。アルパカじゃねえの。あれだ、あのヤックル、ヤックル、ヤックルみたいな感じ。ご覧のサイトのリスナーの応援でお届けいたしました。クリア。さあ、俺の兵器。オッケー。赤。よし。よし、オッケー。おっと !85 点すごい !C チーム、C、FBI チーム。俺が6キル。俺以下のやつは、一人だけいる。フォックスフォックス6キル。しかもスコアは俺より低いということで、フォックスには、コピー以下という称号が与えられました。おめでとうということで、3チームで行う、チームデスマッチでした。ご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方は、まず動画のタイトルをタップ。動画説明文を下にスクロールして、リンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は、再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は、画面のボタンをクリックすると、チャンネル登録ができますのでお願いいたします。コピスケ様と生で絡み合えるツイキャス、ニコ生のチャンネル登録や、ツイッターのフォローもぜひぜひ登録お願いします。